はい。じゃあよろしくお願いしますえ。今回はママパパ講座ということで、受験後の3月4月が大切な理由というテーマで、ちょっと授業形式でね、喋っていこうと思います。まあ、参考になるところ、ぜひね、参考にしていただけたら嬉しいです。で、今回はですね、まあ、3月と4月って実は受験が終わった後って、まあ、こうリラックスできる時間というか、まあ、親御さんもね、やっとあのお子さんの受験から解放される時期なので、一息つきたい時期なんですけど、実はこの2ヶ月、特に3月、 ですごく大事なんですで。これ大事っていうのは、勉強における大事じゃないです。例えば、高校に上がお子さんがね、高校に上がる前でしたら、まあ、高校の予習しなきゃとか、そういったことじゃないんですよ。何かっていうと、親子のコミュニケーションです。コミュニケーションの部分ですごく大事なんです。この2ヶ月間が。なので、まあ、そういった話なんだと思って聞いてみてください。 でですね、まず、まあ、穴埋め2個しかありませんが、合否。つまりお子さんのね、受験の結果が合格不合格。まあ第一志望に受かった受からなかった。どちらであってもですね、ほにゃららが刺さりやすい時期なんです。特に3月は。で、何かっていうと、まあさっきも親と、と親子のコミュニケーションっていう話をしましたが、親の言葉が届きやすいです。 私もともと塾講師で丸3年働いてて、で、小林同道塾だったのもあってですね、子供たちと一体してたくさん話をしたりとか、保護者の方と一体していっぱい喋ってきた中で、これは間違いなく言えることだと思います。親の言葉が刺さりやすい。で、もちろんお子さんがですね、例えば中学生だったり多感な時期になっていくと、普段から親が言っても全然言うことを聞かないんですっていう時期あるじゃないですか。で、そういった時期なので、それはしょうがないと思うんですよ。そういう時期なんでね。 だたら、その受験が終わった後っていうのは、例えば第一志望受かった方なんかも開解放感に包まれるわけです。で、解放感があるっていうのは、人には余裕ができてる時なんですね。時間の余裕もあるし、テストが直近にもないので。なので、余裕がある時っていうのは、普段はちょっとこうギクシャクしちゃう。まあ親子関係だったとしても、基本的に親が言った言葉っていうのを受け取りやすいんです。子供に余裕があるので。で、逆にうまくいかなかった方、 まあ、絶望感にね、こう、苛まれてる方とかもいるでしょうし、あとは、その、高校とか、まあ、大学とか、中学とか、新しい環境になる前に不安を覚えてる状態っていうのは、やっぱり逆に、こう、心がちょっと、ダメージを負ってしまってるが、ゆえに、親の言葉が届きやすい、刺さりやすい状況になりやすいです。つまり、1個目、何が伝えたいかっていうと、この2ヶ月間、特に3月に、我が子に言った言葉が、普段以上に、子供たちは受け取るんだっていうのを思っててほしいんです。 言葉を大事にしてほしいんです。まあ、普段から大事にしてほしいんですが、特にこの時期は。いいでしょうか。で、もう一個はですね、それに加えて、ほにゃららが起きやすいと。何かっていうと、これは、すれ違いです。 これは非常に起きやすいと思っています。で、なぜかっていうと、さっきも言ったように、例えば第一志望を受かったりとか、受験が終わると解放感。まあ、もちろんこれは、えっと、親御さんもね、受験を経験された方がある、経験されていれば、わかると思います。解放感に包まれるじゃないですか。そうすると、やっぱり、今まで勉強ある程度頑張ってきた子供ワークを見ているとですね、ちょっとなって思うわけですよ。もう一回、兜のを締め直してほしいなっていうふうに思うので、どう考えるかっていうと、親としては、 もうちょっとしっかりしてよって思うんですよね。しっかりしてよと。だからその思いと、でも子供からしたら、いやいや、受験頑張ったんだからいいじゃん。何なんなんうるさいんだけど。みたいな。過度になってすれ違いが起きやすいと。で、逆に、例えば子供がちょっとね、えっと、メンタルの面でダメージを負ってしまっているときは、親は何を思うかっていうと、私もね、二人子供がいますけど、 ま、できれば支えたいですよね、その時を。でも、支えたいんですけど、思春期とか、まあ、そう、高な時期になっていくと、何をしたらいいかがわからないっていうことで、親の支えたいっていう気持ち、何かアクションを起こしたものが、子供にうまく噛み合わないんですよね。その、自分が親としてこういうことをしてあげたいと思った言葉とか行動が、子供からしたら、はってなることもあるわけです。そういったすれ違いが非常に起きやすいんですね、時期として。まあ、受け取りやすいからこそなんですけど、 で、これがまず大前提にあると。で、今回、その大切な理由っていうのは、こういった時期だからってことです。いいですか親の言葉が届きやすい時期なんだ、刺さりやすい時期なんだって。だからこそ、普段、親御さんが言う言葉、言動の部分がすごく大事になりますっていうのが、まず伝えたかったことです。1個。で、もう1個は、じゃあ具体的に何をするかっていうところを少しお伝えして終わりたいかなと。終わりたいかでって終わりたいと思っているんですけど、 例えばですね、えっ、ー、と、これはまあ普段のことでも言えると思うんですが、例えばもうちょっとしっかりしてよと、ちゃんとしてよと思った時には、まあルールを作るのが一番早いわけです。ルールを作る。で、これはもちろんこの時期だけの話ではないですよ。普段の、えっ、ー、と、5月以降の話でもあるわけなんですが、ルールを作るときにすごく大事な考え方があって、2つあります。1つは、シンプルです。 シンプルルールなんて言い方をするんですけど、シンプルなルールを作る。ルールは複雑になればなるほど人はやりたがらないです。だから、スポーツとかも基本的にルールはシンプルになってるはずです。もうこういった時にはこうで、こうで、こうでもうわけわかんない。いいよってやっぱりなりやすいと思っていて。なので、家庭内のルールに関しても非常にシンプルにする。で、もう一個はですね、共通です。共通。 何が共通かっていうと、そのルールは、子供だけのためではなくて、親子で共通理解として作る。つまり、親も守るんだよっていうことです。いいですかで例えばですよ、これちょっと話が逸れちゃうんですけど、小学生の時って、早寝早起きしてほしいと願う方多いと思うんですよね。ちなみに、私の家庭、私が小学校の時、うち、小学校、えっと、6年生、卒業するまでは、夜の21時前に寝ないと、めちゃめちゃ怒られる家でした。 本当に母親に怒られる。だから21時までは絶対に布団に入ってました、私は。っていうルールだったんですよ。で、もし、このルールを設定した時に、親も守らなきゃってなったら、ちょっと無理ありません私無理ですよ。まあ寝かしつけ今してるんで、今はやりますけど、絶対寝なきゃいけないって言われたら、いや、ちょっと仕事がとかってあるじゃないですか。まあそういうのもあると思うので、で例えば、共通で守れないルールもあるわけです。 それに関しては、ちゃんと、親だから仕方ないよねっていう暗黙の了解で済ませるんじゃなくて、そこもコミュニケーションをします。例えばこれで言うんだったら、えっと、9時以降、パパちょっと仕事したい。まあ自分なら生放送とかしてることもあるので、があるからごめんね、ちょっと寝返すけなと起きちゃうけどね、みたいなことをちゃんと話し合って、意思を共通にしておく。ってことがあれば、ぶつかることはないんでいいんですけど、 こういったこともあると。いいですかだから全部が全部共通にしろってわけではないんですが、基本的には共通にする。例えば、勉強を何かや、っと、1日30分とか、まあ15分とかでも、まあ、プリント1枚とかでも、必ずやるってルールをするんだったら、まあ、同じ勉強をプリント1枚っていうのは、親は難しいかもしれないですけど、じゃあ、ママは毎日これを頑張るからねっていう、何か一緒に頑張るもの、頑張るっていう共通なので、それを提示してルールを作っておくんです。 なんで俺らだけなのなんで私たちだけこれをやんなきゃいけないのっていうルールにしちゃうと、やっぱりすれ違いが起きます。そこに関しては。特に何度も言いますけど、今開放感がある時期なので。頑張んなくてもよくない今まで頑張ってきたんだしっていうとこなんですよ。って思ってるのが大前提あるので、余計に感じやすいです。私たちだけかよっていうのは。なのでそこの部分を意識した状態でシンプルなルール、そして共通。 お互いに二人で、まあ二人とか家族全体で守っていこうっていうルール作りができると、えー、この辺のすれ違いが起きにくくなります。そしてもう一個です。で、この支えたいという気持ちに関しては、やっぱり思いを伝えるのが一番早いです。あの、お母さんとかお父さんの本心を伝えるのがいいんです。ただですね、ここ一個、えっと、10校舎の時からよく言ってたことなんですが、あの、思いを伝える時に直接伝えるのは、個人的にあんまりやめた方がいいと思ってます。 これはですね、普段から親子が、えっと、結構会話がいっぱいしていて、何でも言える中だったらまだいいです。その時だと三角ですね。丸ではないです。個人的には。だと思ってます。理由は後ほど言います。じゃあ何をすればいいかっていうと、思いを伝えるときは私は手紙を押します。手紙。これが私にとって、えっ、ー、と、最適化。一番の答えだと思ってます。例えば LINE とか、 もうまだいいっちゃいいんですけど、ちょっと三角ですね。やっぱり。やっぱ手書きのものっていうのにはパワーがあるので、一番は手紙だと思っています。で、なんで、ちょ、これ、例えば人に告白するとかだったら直接の方がいいっていうふうに私は思ってるんですよ。思うんですけど、なんで手紙なのかっていうとですね、これ、子供たちにとって、今メンタルがそのダメージを負ってる時っていうのは、すごい気持ちの浮き沈みがあります。こうやって。これで大人でもそうですよね。で、 例えば、この直接伝えたタイミングが、ここで伝えてればいいんですよ。受け取りやすいので。でも、子供たちの心理状態って、こんなグラフで出てこないですよね。今、我が子がどこにいるかなんて、まあ、こう見た感じ、この辺かなと思うかもしれませんけど、それがずれることだってあるわけです。だから、ここだと思って伝えたら、ここで伝えちゃうパターンもあるわけですよ。一番受け取りにくい時期です。で、それで言ってしまうと、今はもうほっといてほしい時期なんです、ここ。何も言わないで、そっとしておいてって。 そこに、全部の気持ちを込めた思いを伝えてしまうと、ネガティブに受け取っちゃうんですよ。この時期っていうのは。だから、その直接言うタイミングによって、受け取り方が変わってしまうんです。でも、手紙のいいところっていうのは、これは相手、受け取り側ですね。受け取る側に選べるんです。受け取るタイミングを。こっちに自由がある。 つまり手紙を受け取りましたって。もちろん受け取った瞬間にすぐ見ることもあるかもしれないです。でも子供たちもバカじゃない。子供たちもいっぱい生きてきて、いろんなことをこ経験して生きてきてるので、今は読むタイミングじゃないなと思ったら読まないですから。でも、いつかメンタルがこうちょっと回復してきたこの辺の時に、ああ、そう、手紙もらったら読んでみようって思ったら、親御さんが思い、思ってたもの、伝えたかったものが正しくというか、伝えたかった言葉通りに伝わりやすくなるんです。 なので、手紙っていうものが一番子供たちに自由を、受け取る自由を与えられる手段だと私は思ってます。だから、本当はですね、あの、直接が一番思いは伝わります。思いは熱量は一番込められるんですけど、こういった時に支えたいと思う時は、ぜひ手紙に、えっ、ー、と、思いをしたためるのが個人的にはおすすめだと思ってますし、実際これ、受講師の時にやってもらった親子さんいらっしゃったんですけど、やっぱり子供たちは喜びます。 で今言ったみたいに読むタイミングも選びますし、あとは、そうなんだろう、ずっと残ってるので、結構読み返すんですよ。何回も。うん。で、すごく大切にする子も多いので、ぜひ、あの、強制ではないんですけど、あそうやってみようかなと思う方がいたら手紙をしたためる。ワーコに書くてなかなかタイミングとしてないと思うので、ぜひこの機会にやっていただけたらと思います。 はい。ということで、今回もね、ママパパ講座ということでやらせていただきました。ちょっとつたない話もあったかもしれませんが、参考になるところだけぜひピックアップしていただけたら嬉しく思います。ではまた次回撮っていきますので、そちらの方でまたお会いしましょう。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。